皆さんこんにちは、塚田です。いつもチャンネル見ていただき誠にありがとうございます。今日はですね、このようなちょっとしたスペースで親子でできるボールを使ったトレーニングを取り入れていきたいと思います。皆さんなかなか子供がですねテニスに行けなくて困ってるんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはボールを投げてワンバンで取ります。はい、お願いします。はい、よーい、スタート。スタート。いいですね、いいですね。まずはワンバンドでキャッチ。はい、オッケー。はい、オッケーです。次はノーバンドお願いします。ノーバンキャッチです。はい、よーい、スタート。スタート。ノーバンでキャッチです。ノーバンでキャッチです。そう、ノーバンキャッチ。そう、はい、ノーバンでキャッチお願いします。はい、オッケー。そう、オッケー。そうです、オッケーです。はい、オッケーです。今度は2人1組です。はい、よーい、スタート。スタート。同じタイミングで投げてワンバンドでキャッチします。はい、これは2人のタイミングを合わせます。はい、そう、リズムよくできるようにしてください。はい、そう、オッケー。そう、オッケーです。いいですよ、いいですよ、オッケー。はい、オッケーです。ここまでです。はい、次はですね、コーチの方が2球持つようにしてください。このような動きの練習をします。よ、スタート。はい、スタート。あー、もうすぐ次出す。はい、すぐ次出す。はい、すぐ次出す。ちょっと風が強いね。はい。はい、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 そう。はい、風が強いね。はい、そう、オッケー、そう。もうすぐで次の動きに入れる練習。はい。はい、もう取ったらすぐ次の動きに入れる。これがですね、今みたいにうまくできたらサイドだけじゃなくて前にもこうやって出せるように、そしてこうちゃこうやって移動していろんな方向に出せるようにしてみてください。このような練習を入れていきたいと思います。スタート。はい、スタート。あ、簡単すぎたか。いいよ、はい、よー、スタート。はい、パッ、オッケー、ナイス。両方に動けるようにね。はい、オッケー、いいですね。オッケー、今ねちょっとフェイントかけましたね。相手がね、どっちに狙ってんのかなってね、ちょっとイメージしながら、どちらかに落としてみてください。相手のね、目線とか見るとね、大体分かってくる。
はい、OK。はい、次はですね、少しずつ複雑にしていきます。もちろん判断力、そして体の身のこなしの練習も入ってきます。ぜひこの練習も取り入れてみてください。では行きましょう。はい、スタート。今度はですね、もう一つ少しずつ難しくしてます。後ろからボールを投げてもらって、前行ってワンバンでキャッチする練習をしてみます。スタート。皆さん、今日の動画はここまでになります。ぜひ皆さんもですね、ご家族と一緒にですね、ボールを使っていろんな動きの練習をしてみたらいかがでしょうか。いつもですね、この動画を見ていただき本当にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。ではですね、皆さん素晴らしい一日をお過ごしください。ありがとうございました。